第八代ハミルトン公爵、ジョン・ムーア医師と同盟の息子ジョン。1775年頃から1777年頃、ゲービン、ハミルトンが。第八代ハミルトン公爵及び、第五代ブランドン公爵ダグラス・ハミルトンは、グレートブリテン王国の貴族。第十一代エグリントン伯爵、アーチボルド・モンゴメリーの妻。 フランシスや女優ハリエット・パイエステンと不倫関係を繰り返した末、1794年に妻、エリザベス・アンと離婚した。第6代ハミルトン公爵及び第3代ブランドン公爵ジェームズ・ハミルトンと妻エリザベス、ジョン・ガニングの娘の次男として、1756年7月24日にホリーールド宮殿で生まれた。1769年7月7日に兄、 ジェームズ・ジョージが死去すると、ハミルトン公爵くらいとブランドン公爵位を継承した。七百七十二年初、イシジョン・ムーアと、その十一歳の息子ジョンは八大ハミルトン公爵の母の求めを受けて、ハミルトン公爵のグランドツアーに同行した。一行は七百七十四年まで主にジュネーブで、過ごした後、ドイツを縦断して、ベルリンに向かい、続いて、ウィーン、ベネツィア、ローマ、 ナポリ、フィレンツェを旅した。途中で、ハミルトン公爵と5歳年下のムーアが、フェンシングで遊んだ時、公爵がムーアを刺してしまうという事故もあったが、重傷ではなく、ムーア医師が公爵を安心させたこともあって二人は、親しい友人になり、後に、ハミルトン公爵が、医師の息子、ジョンの議会入りを講演することとなる。ブランドン公爵医が、 グレートブリテン貴族だったため、イギリス貴族として議会に招集されることを、国王ジョージ三世に請願、請願を審議した裁判官12名は、全会一致でその権利を認め、ブランドン公爵は1782年6月11日に、貴族院に招集された。1785年12月23日、失する勲章を授与された。1790年12月20日に、 母が死去すると、ハメルドンのハミルトン男爵位を継承した。1794年3月17日から1799年8月2日まで、ラナークシャー党官を務めた。1799年8月2日、ハミルトン宮殿で死去した。着室士がおらず、ハミルトン公爵位やブランドン公爵位は、オジアーチボルドが継承したが、ハメルドンのハミルトン男爵位は、 ジョージ・ギャンベルが継承した。死後、遺産を、書室の娘に譲ったため、アーチボルドは、ハミルトン宮殿の絵画や家具を買い戻すことを、余儀なくされた。1788年4月5日、セント・ジョージ・ハノーバースクエアで、エリザベス・アンバレルと結婚した。しかし、ハミルトン公爵は浮気を繰り返した。まず第11代エグリントン伯爵。 アーチボルド・モンゴメリーの妻フランシスと不倫関係になり、フランシスは1788年2月にエグリントン伯爵と離婚した直後に公爵との間の娘を出産した。ハミルトン公爵はコベントガーデン劇場で出演していた女優、ハリエット・パイエ・ステンとも愛人関係になった。ハミルトン公爵はエディンバラのシアターロイヤルの特許権所有者であり、 シアターを経営していたスティーブン・ケンブルから経営権を取り上げて1792年7月にエステンに与えたほどエステンに入れ込んでいたがこの行動がエディンバラで論争を起こしたため結局1793年には経営権がケンブルに返されたその後エステンは1794年5月に女優業から引退同年7月に ハミルトン公爵との間で一人娘を設けた。結局、ハミルトン公爵と妻、エリザベス・アンは1794年に議会立法を経て離婚。エリザベス・アンは、ハミルトン公爵の死後の1800年8月19日に、初代エクセーター公爵ヘンリー・セシルと再婚した。ありがとうございます。